長光寺は、愛知県田原市大久保町にある、総統州の寺院である。戦国時代の国人領主、戸田氏の菩提寺として知られる。寺伝によれば、賢治元年に、五不格差上皇の発願により、大覚寺という天台州の寺院として創建されたという。その後、臨済州に改修するが、室町時代に入ると、戦乱の影響で、廃寺道前まで衰微した。文明十四年に、 三河厚見郡の文軍守護代、一式正さてるの菩提を弔うため、勇士である田原城主戸田宗光が露学道徒に混成し、弟子の春岡里子生が入事して大覚寺を再興した。この時に総統州に改修し、次号を長光寺と改めて露学を勘定解散とした。宗光は同時に寺領五十巻分を寄進し、代々の菩提寺と定めている。 宗光のひ孫である、戸田康光が、天文16年に、今川氏に滅ぼされると、治療の大半を失うが、田原城代となった、朝比奈元里氏の仲介によって、永六五年には全て回復し、さらに、今川氏真や徳川家康からの寄進、庇護を受けた。その後、田原藩、第二代藩主、戸田忠康に至るまで、田原戸だけ歴代当主の墓書が、 境内に営まれた。慶安元年には、主因地百国を与えられている。正面から見た戸田市墓所戸田市墓所案内板境内西側に、歴代の戸田市当主やその妻などの墓所が整備され、西から以下の順に、墓石が南面して並んでいる。また、宗光の墓の手前には、一式まさの墓が東側を向いて立っている。もともとは、田原市、大草町にあった。 方憧れ時に建てられていた墓で、昭和40年に、長江寺へ改装された。境内説明版では、路角本人を招聘したとある。戸田武次の逸を、旗本、戸田忠次の孫にあたり、忠次とも記される。森高は、戸田忠康の学府にあたり、その関係で森高とその室、天音王院の墓が所在すると見られる。なお、森高と天音王院の墓は、 兵庫県三田市の新月院と三重県鳥羽市の城安寺にもある、忠だの弟、一式正照が退院した屋敷跡へ、聖少没後に戸田宗光が建てた寺、昭和29年に廃寺となる。ありがとうございます。